三一。サッカーを愛する皆さん、今日の実況は西岡明彦、解説は福西崇史さんでお送りします。よろしくお願いします。チャンスにできるか。低いボールが中央へ。ダメです。いいクロスに見えたんですが、ボールは外に出ました。スローインです。ドリブルで敵陣へ持ち込む。何かしてきそうですが、入ったかと思いましたが、シュートはわずかに横にそれました。ボールを運びゴールに襲いかかります。敵陣へボールを運ぶ。折り返せるか。あっとボールを奪われます。何をしてくるのか。勝ち越したい。飛びついてしっかり止めました。コーナーからエリア内へ。中央で受けた。打てるか。仕掛けてくるのか。ディフェンスを翻弄しています。ここでやるのがすごいですね。パスを繰り返し相手の隙を伺っています。弧を描くようなパスです。決まっていればすごいボレーでしたが、枠には飛びません。思い切って狙いましたが、さすがに難しすぎましたね。高いパスが味方に出る。クロスが入りました。クロスはディフェンスを越えません。サイドが空いています。絶妙なパス。試合中盤、ここで先制点が決まりました。嬉しいゴールですね。この得点が試合を大きく動かしそうです。今以上に精度のあるシュートはないでしょう。あの威力で左に狙われると、さすがのキーパーも厳しいでしょうね。パスはまっすぐ相手に渡ります。強い。体をうまく使います。ボールを取った。ドリブルで進んでいます。ボールは相手に渡りました。ボールをサイドへ振りました。このパスは読んでいました。これはカウンターのチャンスです。中に入れてくるか。ゴールを狙う。あっとオフサイドの旗が上がっています。このボールは重要です。素晴らしいボールです。低いクロスだ。プレスが効いている。シュートを狙う。サイドへパス。横に展開してきます。いい位置です。見事なスルーパス。見事なセーブ。ここはしのぎました。チャンスと思った瞬間のオフサイド。これは惜しい。ノーラン。
スペースに見事なスルーパス。何かしてきそうですが、相手に渡った。奪い返せばチャンスです。シュートを通さない。ディフェンダーの背後に走りましたが、もう少しタイミングを遅らせるべきでしたか。相手ボールになります。チャンスにできるか。このシュートは全く枠へ飛びません。コーナーを狙ったんでしょうが、完全にずれてしまいましたね。ボールを運びゴールに襲いかかります。何を狙うのか。これはよく見ていた。仕掛けてくるのか。ここからどうするのか。枠に行っていましたが、ディフェンダーが弾き出します。オフサイド。これは際どい判定ではないでしょうか。見事な視野です。ここでゴールです。同点になり、試合は振り出しに戻りました。試合はさらに盛り上がりを増しています。実力伯仲ですね。サイドにスペースがあります。クロスのチャンス。このパスはカットされました。何をしてくるのか。リードを奪いたい。決まっていればすごいボレーでしたが、枠には飛びません。思い切って狙いましたが、さすがに難しすぎましたね。ボールをアタッキングサードへ持ってきました。走り込んだ味方にスルーパス。キーパーがボールをキャッチしました。前半終了です。スコアは1-1。後半開始です。ノーラン。ボールを奪われました。ホンダ。アタッキングサードに入ってきた。ここは中央の選手にクロス。クリアしました。コーナーになります。あと一歩攻め手をかきました。ここはよくスペースが見えていました。敵陣へボールを運ぶ。勝ち越しゴールなるか。鮮やかなタックル。ここはフリーキックを与えられます。チャンス。これは絶好の位置。さあどうする。副審のフラッグが上がってオフサイドです。今のプレーに観客席がざわついています。サポーターは PK だと思っているようですね。何かしてきそうですが、ナイスディフェンスです。気は抜けない展開です。サイドにスペースがあります。
ここから狙うのか。ディフェンダーがうまく読んでいました。いい攻めを見せていましたが、ここで断ち切られました。ボールは相手に渡りました。厳しいプレスでボールを奪います。仕掛けてくるのか。スペースに見事なスルーパス。1点リードを狙いましたが、ここはゴールを奪えません。クロスを上げたい。パスをサイドに送ります。パスをカット、いい読みでした。しっかり見えています。ボールを運んでいます。見事なインターセプト。ディフェンダーの読み勝ちでしょうか。ボールをクリアします。自陣内でプレッシャーにさらされています。何をしてくるのか。クロスはブロックされる。あっと、すぐにボールを取られました。裏に抜けるプレーが彼の持ち味ですが、ちょっとタイミングが合いませんでした。これは見事なインターセプト。ボールを運びゴールに襲いかかります。サイドからは突破させません。ノーラン。今日の試合、ここのホットラインからことごとくチャンスを作っています。ノーラン。パスが通ります。ゲームを作るパスが光ります。本田圭佑、慎重に攻撃を組み立てています。いい位置です。これはもらった。ゴール。控え選手が得点しました。まさに名采配ですね。選手の特徴をよく理解しているからこその交代だったと思います。うまく読んだインターセプト。おっと、裏へ出した。チャンスにできるか。よく止めましたが、ボールはこぼれています。キーパー飛びついた。鮮やかなセーブ。今のは入っていてもおかしくないですよね。ナイスセーブです。このカットは大きい。しっかりと奪いました。レフェリーは流しています。ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。ボールを運びゴールに襲いかかります。崩してきた。決まった。ゴール決まって同点。同点です。これで同点となりました。次のゴールはどちらのゴールとなるでしょうか。これはサイドを上がれそうです。インターセプトでチームを救いました。見事な視野です。視野が広い。ここでスルーパスを狙う。どこにボールを動かすか。中央にクロスが上がった。コーナーキックです。ここは勝ち越しのチャンスが生まれました。短くパス。素晴らしいタックルです。ここはよくスペースが見えていました。何をしてくるのか。カウンターのチャンスが巡ってきた。
カウンターから得点を狙いましたが、ここはうまくいきません。ドリブルで相手を揺さぶります。通ればチャンスといったところですが、やはり難しい。視線が中にいった。さあ出すか。カウンターは阻止されました。はい、試合はドローで終了です。この試合は白黒をつ、見事な視野です。ここでゴールです。